流星ワゴンは、茂松清史による長編小説。2001年1月号から12月号まで講談社の月刊小説誌、小説現代に連載され、2002年2月8日に講談社から単行本が刊行された。直木賞受賞後初の長編である。2002年度の本の雑誌年間ベスト1に輝いた。2005年2月15日には、 登談社文庫版が刊行された。2015年1月期に TBS テレビで実写テレビドラマ化された。長田和夫は死んじゃってもいいかな、と思っていた。仕事はリストラ、妻からは離婚、子供は受験失敗で引きこもり。地元で入院している父親を見舞いに行った時に、もらえる交通費の余りで何とか暮らしているありさま。その父親も、ガンでいつ死ぬかもわからない。 父親の見舞い帰りに、駅で酒を飲んで酔っ払っていると、ロータリーに一台の車が止まっていることに気がつく。その車には5年前、偶然見た新聞の交通事故の記事で死亡が報じられた橋本親子が乗っていた。言われるがままにその車に乗り込むカズそしてその車はカズを人生の分岐点へと連れ戻す。降り立ったのは、仕事の途中で妻を見かけた日。 他人の空にだろうと仕事に戻ろうとしたところに一人の男が目の前に現れた。カズオはその男のことをよく知っていた。その男は今の自分と同い年38歳の時の父親だったのだ。2005年に劇団ドラにて舞台が初演され2006年2007年2008年2010年と続けて上演されている。客色は青木強。 演出は磯村淳。2011年に演劇集団キャラメルボックスにて舞台化された。原作と大きく違う点として、視点が本の読者である小島高美の視点で描かれている。脚本は成ル豊ユ演出は成ル豊ユタカ、マシ OP テーマとして世界の終わりのスターライトパレードが使用されている。また、 本作をキャラメルボックスで舞台化したいと最初に提案したのは当時劇団員だった OB の上川隆也。2005年時に問い合わせたが別の劇団が計画しているということで一度断念した後、重松清と小野真由美がナビゲーターをしている MBS ラジオのマイストーリーでキャラメルボックス劇団員が朗読を担当することとなり、それをきっかけに上演が実現した。 2015年1月18日から同年3月22日まで毎週日曜日21時21時54分に TBS 系日曜劇場を枠で放送された。主演は新婚ホやほやの西島秀俊とミスター日曜劇場こと香川照之。西島は結婚後連続ドラマは初出演にして初主演となった。 同枠では2013年1月期に放送されたトンビ以来の重松清作品のドラマ化でもあった。詳細な人物設定は原作の登場人物を参照。本校ではドラマ独自の人物設定を記載。2013年から2015年主要人物主要人物の関係者5年前はゴン事故30年前。 福山市ともの裏日本全国のローソン各店で2015年1月1日から期間限定でテレビドラマ化を記念して流星ワゴンローソンのキャンペーンを実施。主演の西島と香川のコメント付き店内放送や番組のオリジナルグッズなどを販売する。ありがとうございます。